し YouTube を始めるとしたらチャンネル名は何にする？コジどないしたん？ほんまに泣いてる。カンザクやばい。カンちゃん、ちょっと待って、ちょっと待って、外でカンちゃんが泣いてます。どうも、カイサクです。どうも、ユミサクです。どうも、トズです。どうも、センタです。はい、そして、起きた。なんだ、おお、なんや、おお、なんや、これ、なんや、デトロイト、すごい。うわー、でいいので、いいのって言うと、やらしたみたいになるんだ。が、デトロイトスマッシュって個人に言ってねって言ったってことですよね。言ってないんですよ。何も今ね、ヒーローアカデミアにハマってる。どうも、こじさくです。勝手にやりだしたんですけども、そしてはるちゃんです。もう今日ね、今このオープニング撮る前に、はい、いつもやったら嫁サックのこう膝の上に乗るんですけども、うん、今日はちょっと自分でこう座りたいって言って、すごい成長してますよ。ちょっと待って、パパどうした？はるちゃんね、おいでって言うとね、おいでって言うと、そうそう、最近覚えて、はるちゃん、おいでーわ、おいでー。かわいい。これができるようになったんですけども、はい、さあ今日なんですけども、はい、カンちゃん王決定戦やってきたと思います。やったー。そうなんですよ、しましたね。今まではね、パパをやってママをやりましたけども、うん、カンちゃん、そして当時も言ってたんですけど、じゃあ私も僕もやりたいということで、やっていこうかなと、はい、で今回はまずはカンちゃん王をやっていきたいんですけども、カンちゃん王、ちなみになんか100の質問も取ってくれてたんでしょ？取りました、うん、で今まではね、パパをママをの時はパパママ言ってますから子供たちだけが答えてたんですけども、うん、もう子供たち、まあ今回カンちゃん王なんで、はい、まあ僕も嫁サックも参加して、面白い、全員で誰が一番カンちゃんのこと、どうしたどうした、声が、この服が急に嫌になってきた。なんで急に。これも赤ちゃんあるあるやからね。そう、とにかくみんなで対決をしたいなと思います、はい、自信だけ聞いていこうかな。そうですね、まずは当時なんか、うん、カンナと最近ちょっと仲いいから、うん、ちょっと自信出てきた。なるほど、うん、いいじゃないですか。せんちゃんどうですか？ねーねーが好きだから自信ある。泣いてやろうか。なんていうかわいい。かわいい。ねーねーが好きだから、もういい、かわいい、自信があるな。そうだな、よしよし、こじは自信マックス。いいね、めっちゃカンちゃんの仲いいから。そうですよね、今回こじ期待ですよ。まあでもね、いや、この3人が、うん、めっちゃ仲良い。そうだね、やっぱりね、うん、ママですよ。あら、ママやっぱり自信ある。自信ある。なるほど、うん、ちなみに、はい、僕なんですけど、はい、結構カンちゃんに自信はあります。あ、あります。なぜならば、はい、僕に一番似てるの多分兄弟でカンちゃんだと思うんですよね。なるほど、考え方とか、うん、はい、だから俺いけんちゃうから。なるほど、はい、やるからにはガチやからね。うん、ガチガチマンマン、ふざけます。いやいや、ふざけんな。カンちゃん悲しむで、ふざけたら。多分ここふざけで、うん、ここ本気。おう、半分半分ってことか。おう。とにかくじゃあやっていきましょうか。いくよ、オナシャスできるかな、はるちゃん。それではいきますよ、皆さん、せーの、オナシャス。はい、マッチョ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 。さあ、それでは早速やっていきたいんですけども、ちなみにはるちゃんは今、かんちゃんがそこで、はい、見てくれているので、やっていきましょうか。はい、さあ、かんちゃん、はい、それでは今から質問をしていきます。はい、趣味は？趣味はダンスをすることです、うん、好きな教科は？体育です。苦手な教科？国語です。あ、そっちか。好きなお笑い芸人さんは？霜降り明星さん。そう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 、うん、この辺は。好きな YouTuber さんは？一番はフィッシャーズさんです、うん、最近一番楽しかったことは？最近一番、お泊まりです。最近一番頑張ったことは？一番頑張ったことは、ソーラン節。あー、そっちか。ソーラン節を覚えたり踊ったりする。朝早く起きたりしてんな、うん、自分の癖は？自分でわかんないですね。何なんだろう、自分の癖って。
ぼーっとしてると口が開いてすごい顔になること。好きなひらがなは、好きなひらがなはぽ。好きな飲み物は、さあここで問題です。好きな飲み物は、はい、お考えください。ちなみに今回ですね、はい、せんちゃんいつもはパパとママに書いてもらってたんですけども、僕たち今回プレイヤーなので、はい、そちらに常がいるんで、はい、せんちゃんは常に書いてもらってください。いやーってよ、思い出せない。どっちかやねんな。あー、見たくな、うん、どっちかよな。なるほど。うわー、どっちやろ。なんだっけ、あの名前。この方は、名前を忘れてました。物は見えてるんですね。多分物は彼見えてます。いや、わかんないから。名前。何に怒ってんの。一応お伝えしておきますけれども、はいはい、今回全5問ですけれども、はい、まあ、もちろんせんちゃんも答えられるという問題を。ちょっと待って。そうだよね。はい、でもかんちゃんって結構こう日によって変わったりするというか、うん、いや日によってって、ごめん言い間違えた、はい、時期によって。ああ、なるほどね。今かんちゃんこれだからみたいなのがあったりする。なるほど。俺がね、はい、やっぱり外食のイメージが強いのよ。はいはい、はい、で言うても落ち着いて外食なんてもう1年1年半行ってないから、うん、変わってるかもなっていう。なるほど。さあどうなんでしたね。どうしたんや、こじ名前まだ分からへんの。教えて。まあでもこれちょっとかわいそうだから、うん、じゃパパに聞くのちょっとあれだから、じゃあ常さんのとこ行っておいて、うん、さあこじも書いた。はい、じゃあ誰から発表しましょう。はい、じゃあ一番早かった当時から、はい、いきましょうか。はい、いいですか。はい、当時は、はい、緑茶です。なるほど、緑茶。なるほどな、うん、そう、カンナがいつも家で飲んでるんで、緑茶。なるほど。2つで迷ったんですよ。うんうんうん。1個が緑茶で、もう1個がジンジャーエール、うん、なるほど、この2択で迷った。はい、うん、じゃあ続いて、次に早かったセンちゃん。センちゃん、はい、はい、サイダー。あー、サイダー。なるほど、サイダー。うん、なるほどね。センちゃんはサイダーだと思った。なんでそう思った。パパがいつも飲んでるから、ネーネはいつも飲んでる。あ、なるほど、パパが飲んでて、それをネーネがもらってるみたいな。いつも、結構カンちゃんが、うん、パパサイダーもらっていいってよく言うんですよ。なるほど。多分それをセンちゃんがよく聞いてるから、はい、ですね。うん、じゃあ次。はい、じゃあカジサクいきますか。僕、はい、こちらです。はい、ジンジャーエール。あー、なるほど。当時が迷ったジンジャーエール。ちなみになんですけど、はい、もう当時と一緒で、僕、うん、お茶かジンジャーエールだったんですよ。なるほど、二択だったと。家だとやっぱお茶が好きなんですよ。はい、うん、どうしても僕は、はい、外食のカンちゃんを思い出してしまう。なるほど、そのイメージが。そう、なるほど、わかりました。じゃあ続いて嫁サック。ここやね。タピオカミルクティー。おー、全然違う角度から。一緒にコンビニに行くと、ママ買っていい、ママ買っていいっていつも言うのはタピオカ、はい、すごいですよ、今んとこ全員違います。やばさあ、そして最後コジ。みんなと違う。何？ファント。まずそれで言うとファンターなのよ。ファンタね。なるほど。好き好き。コジ、なんでファンタだと思った？いつもマックで飲んでる。なるほど。確かにこうおうち時間が増えたやんか。はい、ウーバー頼むことも増えて、はい、で結構マクドナルドさんよく頼むんですよ。はい、その時に確かにカンちゃんは毎回ファンタを頼む。なるほど。うん、すごい、一問目から波乱の展開。波乱やろ。全員答えがバラバラです。さあ、この中に正解者はいるのでしょうか。正解はこちらです。好きな飲み物はファンタグレープです。おー、さあ、というわけで個人正解。いや、コージ、これすごいわ。コージ、コジどうした？コジどうした？めっちゃ嬉しい。コジ嬉しかった。ちょっと。コジ顔ない。コジどうした？ほんまに泣いてる。え、なんでなんでなんで？なんでどうしたコジ？わかんない。わかんないけど嬉しいの？カンザクカンザク。やばい。カンちゃん。カン。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっといいっすか、はい、外でカンちゃんが泣いてますそして嫁さんとも泣いてます一
1問目から1問目ちょっと待ってくれカンちゃん倒れ込んで泣いてんねんけどあ、だからおそらくコジが本当に嬉しくて涙が出た姿を見てカンちゃんが感動してカンちゃんも泣いちゃってえ、なにこれすごいな、コジすごいなコジくんはいつも初め勝ってないんだあ、間違えることが多かったから、ね、仲いいカンちゃんでこうやって当たったことが嬉しかったんだ、コジ、うん、そうな、いやー、いや素晴らしいコジいやもう何してもハッピーよかったね、コジパンタいや、ちょっともうなんか感動したわそうなんですよ、もうというわけでコジが1ポイントはい、うん、そしてちょっと伝えるの忘れてたんですけど、はい、気になった方いるかもしれません実はセンちゃん最近怪我しちゃいましてですねあ、はいはいちょっと右の目の上がこうビーってなってるんですけどそうですねちょっとあの公園で枝にピャってなっちゃって木の中に入ってて枝がピャッピャってなっちゃってね大丈夫なんではい、はい、いやコジ見事やったあーお見事はいー毎日欠かさずやってることは夜忘れずに目覚まし時計をちゃんとセットしとくことです、うん、この世で一番怖いものは、この世で一番怖いものは暗い場所で一人になることですもし魔法が使えるとしたらどんな魔法を使う？世界中のみんなを幸せにします。今日の髪型のポイントは？今日の髪下ろしてるだけなのよ。どうしよう。あ、ピンをワンポイントつけたことです。好きな色は？好きな色は黒。うん、尊敬する人は？尊敬する人はダンスの先生と。リオちゃんです。パパとかね。好きな季節は？好きな季節は秋。好きな天気は？曇り。1ヶ月毎日同じものを食べるとしたら何を食べる？1ヶ月ずっと同じものを食べるとしたら。ゴー！さあここで問題です。びっくりした。1ヶ月毎日同じものを食べるとしたら何を食べる？さあ、わかった。これはわかった。え、当時早っ。これはわかった。これは、早いね。これ言ってた気がする。マジ？うん。言うてもカンちゃんが好きなものだよね、絶対に、ね。まあそうですかね。終わった。早っ、当時。早い、当時。ねえ。自信ありそうだね。ある。ちょっと待ってな。はい。じゃあ正解したいのよ。うん、そりゃそうですよ。うん。ああ書いた、ああ、いや、本当に難しい。うん、難しい、難しいよね、難しい。はい、じゃあ誰からいきますか？それではまたまためちゃくちゃ早かった当時からいきましょう。はい、うん、じゃあいきます。お願いします。お寿司です。ああ、お寿司。なるほど、なるほどね。なぜそう思いました？なんか一回あのカンナがずっとお寿司食べたいみたいなこと言ってたから。なるほど、だからお寿司だ。それを覚えていた。そう、あとはなんかカンナの好きな YouTuber さんのチャンネルでやってたのよ、うん、1ヶ月間この好きな食べ物が。ああ、なるほど。それでカンちゃんだったらお寿司がいいかなみたいなこと言ってたから。なるほど、なるほど、なるほど、よく見てるね。結構さすが。した理由でございます。はい、じゃあ続いてセンちゃんいきましょう。はいはい。ご飯。あ、ご飯。なるほど、なるほど、なるほど、うん、なんでそう思った？センちゃん、いつもママがご飯炊いてくれるから、うん、だからみんなで食べるからそう思った。なるほど、かわいいね、本当に。はいはい、じゃあ続いて嫁さんといきましょうか。はい、はい、いちごです。なるほど、知った。いちごもあるか。なんでそう思いました？現実的に考えそうで、かんちゃんが、はい、現実的に毎日食べれるもの、飽きずに食べれるものって言ったら、うん、いちごって言うかな。なるほどね、なるほど、本当に好きなものやからね。そうそう、なんか多分一番って言っていくらい好きやから、うんうん、はい、そっちね。なるほど、なるほど。ってことは、かじさっく、僕はなんと、はい、せんちゃんと同じです。あー、なるほど。白米、ご飯。はい、俺も同じ理由なの。実は現実的なもの、はい、うん、かんちゃんってリアリストやから。なるほど、リアルを追求すんのよ。はい、じゃあ人間で必要なものって一体何なの？はい、毎日食べるご飯じゃないってなると思う。なるほど、面白いね。考え方は一緒やけど。そうですね、せんちゃん一緒だったね、パパと、ねえ、さあここが気になるところでございますコジサック答えをどうぞ。今さあ、さあがさ
トンボさんとパパさめっちゃ揃ってた。ええやん揃ってて揃ってていいのよ、こじ。いくよ。はい、唐揚げ。あー、唐揚げ。わかるわかる。ママの唐揚げ大好きだから。なるほど。あれ、これまだ結構バラバラ。結構バラバラ。せんちゃんとかザクは一緒になりました。ちょっと待って、これで間違えたらやば。なんかやっぱりなんかコジが可愛いねんけど、いつもよりガチでやってるそうなんですよ。なんか出たいからな、出すたび可愛くなって可愛くってさ。この中に正解はいるのか、はい、正解はこちらです。1ヶ月毎日同じものを食べるとしたら何を食べる？1ヶ月ずっと同じものを食べるとしたら、じゃあエビで。ということで正解はエビ。全員残念。エビだった。エビだったか。ああ。メイン系だったらエビだと思ったんですけど。ちなみにカンちゃん、はい、エビって答えましたけど、はい、お寿司と迷ってエビだった。わあ、どうや。惜しかったんだよ。おい。コジ？コジ？どうした？どうした？コジコジ。あ、どうした？むくっと起き上がって。はい。元気だ。素晴らしい。切り替わった。ちょっとでもなんか申し訳ないな。正解してやりたかったって思うんですよ。ね、ちょっとリアルに考えすぎたか。リアルに考えすぎた。まあでもね、今回のね、はい、この問題のこの傾向がまた出た。はいかもしれませんね。そうね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、最近美味しいと思ったお菓子はホルモン。あー、自分を一言で表すと、自分を一言で表すと負けず嫌いで頑張る。あ、二言になっちゃった。好きなおにぎりの具は？おにぎりの具はおかかです。好きな給食のメニューは？昔は揚げた。なんちゃらサラダが好きです。なんちゃらサラダ。ユニークな学校。大人になったらまず何をしてみたい？大人になったらまず親孝行したいです。うわ。前世は何だったと思う？お花畑にいる蝶々。かわいい答え。今一番会いたい人は？遠くに行っちゃったダンスの前のダンスの先生に会いたいです。最近悩んでいることは？悩んでいるのはところは今質問に悩んでます。今まででもらって一番嬉しかったものは？感謝。すごい。好きな言葉は？わっ。さあ、ここで問題です。好きな言葉はお考えください。よし、早っ。言葉でございます。もちろん、せんちゃんでもわかる言葉となっております。あ、これはね、きた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 、これはね、俺は今ピンときた。なるほど。二つある。うわー、また二択か。OK、できた。あ、早いね、当時は毎回。あ、コジ、うん、いけた。テテレテテーテテレテテーテン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 、どうもー、大作でーす。今日はライオンまでしていくよ。ギャウーゲウー。今日は畑の作る真似をしていくよ。ガサンガサンガサン、ぷい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 、終わったねー。みんな言ってね。何を言うねん。ガサンガサン、ぷいぷいぷい。はい、みんなできたよねー。皆さんご注目、言ってみて。みなさん、ごめん、ごめん。言ったね。みんな思った？思った。思った。それじゃあ、後で。ありがとうございます。
じゃあまた早かった当時から見ていきましょうか。はい、当時正解をどうぞ。ありがとう。なるほど、ありがとう。はい、なぜそう思いましたか。かな、感謝が好きみたいな感じだったから。うん、ありがとう。もらって一番嬉しかったものは感謝だと。そうだからありがとうなんじゃないかなっていう。なるほど、わかりました。じゃあ続いてせんちゃんいきましょうか。はい、ありがとう。あー、ありがとう、わかりました。せんちゃん、なんでそう思ったの。いつも、うん、コリ君にありがとうって言うから、そうか、と思った。なるほど、コジ君にいつもありがとうって言ってるからありがとうが好きなんじゃないか。言っていいですか。はい、ありがとう。あー、すごい、カジタッパなぜ。これやっぱり、まあ当時も言ってたけども、はい、感謝って答えてたじゃないですか。はい、プラスやっぱり我が家で一番大切にしてる言葉だったりするのね。なるほど。ちっちゃい時から僕からも嫁さんからも感謝、ありがとうっていう言葉は大事だよって、うん、言葉にすることが本当に素晴らしいことなんだよっていうことを教え続けてきたから。なるほど。カンちゃんこれ答えるんちゃうかなって。なるほど。はい、じゃあ続いて嫁さん行きましょうか。ありがとう。うわー、感謝がすごい。ってことは同じ理由。うん、一緒。まあ感謝って言ってたし、うん、ありがとうってちゃんと言おうねって言ってるからね。そう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 。なるほど、揃いましたね4人。ってことはコジが、あら、大好き。かわいい、ね、なんかお前今日かわいいな。まあ、とりあえず、はい、コジだけが大好きで、うん、以外はありがとう。そう、正解いきましょうよ。はい、はい、それでは正解はこちらです。はい、好きな言葉は、好きな言葉はありがとう。あー、はい、ありがとう、4人正解。あー、またコジが。コジコジ、大丈夫か。切り替えが早い。いや、これはちょっとお見事でしたね。お見事でした。やったー、素晴らしい。ってことはみんなさ、一致。うん、そうだね、せんちゃん。そうだ、すごいすごい。大好きでしょ。多分、かんちゃんは、個人の言う通り、その言葉好きなんだけど、多分、あそこでは言わない子なんだよ。うん、それは秘めて、胸の中に入れておいて、ありがとうを言ったんじゃないかな。いや、でもとりあえず、はい、全員1ポイント。並びましたね。最近どんな夢を見た？最近はすっごいなんか苦しいってなってたんですけど、起きたらせんちゃんの足がここにあってびっくりしました。お姉ちゃんでよかったなと思う時はどんな時？せんちゃんとかにはできない、はるちゃんを抱っこするとかができることです。兄弟が多くてよかったなと思うのはどんな時？騒がしかったりするんですけど、いつも家が賑やかなことです。もし YouTube を始めるとしたらチャンネル名は何にする？エビ日記。新体操をやっていて楽しいところは？そんなにその大会に出れる人じゃないんですけど、普通に発表会のその演技をしている時です。ここがパパに似てるなと思うところは？負けず嫌いで、頑固で結構すぐ怒っちゃったりとかするところ。ここがママに似てるなと思うところは？ね。カジサックチャンネルでやってみて一番楽しかった動画は？コジサック空を飛ぶ。あそうなんだ。一番なんや。パパを動物で例えると何？猿一択です。猿でええやん。兄弟の中で誰かと一日変わるなら誰と変わりたい？わあ、さあこの角度の問題です。兄弟の中で誰かと一日変わるなら誰と変わりたい？はい、もう分かった。これ面白い。はい、お考えください。分かった。はい、これはね、答えが限られてくる問題となります。うん、どっちやろうやな。いや、どっちだよ、どっちだ。分かった。あー、早いね。早い。あ、あれ
シンキングタイム。おし。テテ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 今回は特別ですよ。歌を歌いたいと思います。ソーさんとーさんお耳が長いのね。花や俺ね、これ面白いわ。はい。でも多分嫁さっこと思うけど、これも二択なのよ。なるほど。おそらくな。いや、あ、違う。あ、まあ後で聞こうか。はい、うん、誰からいきますか。じゃあ今回は早かったんでコジからいってみましょうか。あ、コジ行く。はい、コジ2択3択くらいあった。あった、あった。でも早かったね。こっち。ああ、なるほど。よくねマヨネーズとか食べれたらいろんなものに挑戦してみたいとか。おお、です。なるほど、なるほど、面白い。じゃあ次早かったせんちゃんかな。せんちゃん行きましょうか。ニーニ。あー、当時、なぜそう思いましたか。ニーニの方が背が大きいから。なるほどね。かわいいね。かわいい。確かにね。はい、じゃあそんな当時、当時は迷ったんですけど、おはる。あー、あー、はるちゃん、なぜそう思いました。ちっちゃい頃のこの目線が見てみたいみたいな感じなのかなっていう。あ、なるほどなるほど、わかりました。じゃあ次は嫁作いきましょう。めっちゃ迷ったんですけど、はい、はるちゃんです。ああ、はるちゃん、うん、なぜはるちゃん、うん、いいな、はるちゃんってよく言うので、うん、やっぱりちょっと赤ちゃんに戻ってみたかったりするのかなっていう。なるほど。ちょっと待って、はい、絶対こじと違ってる。どうした、なんでや。わかんないよ。なんで絶対こじじゃないと思う、もう今思った。まだわかんない。まだわかんない。わからんから。さあ、かじさっくん、いきましょうか。はい、はるちゃんです。はるちゃん、うん、これはね、理由が僕は明確なんですけど、はい、かんちゃんって、うん、お兄ちゃん、うん、弟妹っているんですよ。はい。お姉ちゃんがいないのよ。はい。で、かんな、たまに言うてたの、お姉ちゃんが欲しいって、うん、なるほど、うん、はるちゃんになったら、はい、せんちゃんというお姉ちゃんができるのよ。なるほど。だからっていうのもあるんですね。はい。で、迷ったんが俺実は当時やってん。多分かんちゃんの性格的に一番上っていうのを経験してみたいんじゃないかなっていう。なるほど。いや、当時かはるちゃんで。なるほど。思ったんですけど、僕ははるちゃんで来ました。はい、じゃあ、はい、はるちゃん、当時、こじ、3人が出ました。はい。この中に正解はいるのでしょうか。正解はこちらです。はい、兄弟の中で誰かと一日変わるなら誰と変わりたい。はるちゃんです。わっ、おー、ということで、はるちゃんが正解。当時嫁さん、世界さん、お見事。いやイエーイ。残念だったね。残念だったね。うん、ああ、ちょっともう今回こそやばいかも。コジが。コジが。コジ。コジ。コジ。イエーイ。切り替え。悪いな。ってことは？はい。ということで、当時嫁サック、カジサックが一歩リードですね。そして最終問題。最終問題となっております。行きましょう。はい。宝物は？宝物は今までの思い出です。おいサックの好きなところは面白くて優しくてなんかすごいところです。バーバの好きなところはバーバ、優しくて面白くて怒るとこうちゃんと怒ってくれるし、すっごいずっと元気で、ただやりすぎ注意してほしいんですけど、何でもやってくれるとか。当時の好きなところは？好きなところは貸してくれたりとか優先してくれたりとかするところです。コジサックの好きなところは、面白い、元気、もうなんかすごくて可愛いし、もうなんかずっと幼稚園生な感じで本当に可愛いところです。せんちゃんの好きなところは、元気で、なんか人一倍、なんて言うんだろう、すべてを全力にする、悲しいも全力だし嬉しいも全力だし、みたいな、
全てを全力にすることなんですけど、やりすぎがちょっとねーって思います。はるちゃんの好きなところは？かわいい。かわいくて何考えてるかわからないところです。ママの好きなところは？料理が本当に上手で、すごい気を使ってくれるところです。パパの好きなところは？これだけねって言って、なんかをそのしきりいいところまで終わらせてくれるところです。なんか例えばゲームしてる時とかに、あとちょっとこれだけって言ったら OK って言ってくれたりとか、 YouTube とか見てる時にあと3分ぐらいだからとか言ったら OK って言ってくれる。なるほど。かから始まる好きなものといえば、そうな、最終問題。さあ、そういうことでございます。最終問題はかから始まる好きなものといえば、お考えください。え、これもうさって感じじゃない？人でもいいの？人どうでしょうね。いやいや、これはだってもう書いちゃうよ。あ、思い出したー。あー、これはだってうん、自信満々。これは多分、ね、よし、考えすぎない方がいいと思うよ。はいはいはい、うん、さあ皆さん、はいはい、書きましたね。書きました、はい。じゃあ今回はカジサック早かったですね、一番。俺はもうこれがパーンってできたから、もう考えすぎないようにした。なるほど、カジサックからいきましょうか。こちら、家族です。なるほど、家族。もうカンちゃんといえば温かいわけですから、はい、もういろいろ答え聞いててもあったかいやんか、うん、最後はカから始まる好きなものとはいえ、はい、ものとはいえ家族っていうかなと思いましたね。なるほど、わ、はい、かりました。深くうなずいておる。あ、パワー出てる。ずっと呼んでくれんの、はるちゃんが。パパ出てる。はい、さあ、深くうなずいておりました嫁サック。私は唐揚げです。なぜ？かんちゃん、ものって言われたら、はい、人を言わないんじゃないかなと思って。なるほど、面白い。ものになったら、なるほど、なんじゃないかなと思って。わかりました。はい、じゃあ続いて、どうした？当時、当時いきましょうか。何、どうしたの？カジサック。あー、なるほど。それはないって言いたくない。ペコパみたいになったね。逆のペコパされてる。逆ペコパ。なるほど、なぜ好きなんじゃないかなって思ったら。そうだね。うん、あ、うん、じゃあせんちゃんいきましょう。カメ。なんで、なんで、なんでせんちゃんカメだと思った？めっちゃ可愛いから。そうか、亀可愛いからね、かんちゃん大好きなんじゃないかと思ったんだね。可愛い。気になるのはコジサックでございます。あ、せん、はるちゃん来た。あ、はるちゃん来た。おいで、じゃあおいで、もう座っとき。はい、あ、コジサック。お、来た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 。家族。あー、家族。イエー、家族。なるほど、一緒やな。一緒です。なぜ家族だと思いましたか？信頼あるから。なるほど、かっこいい。最後は信頼あるからね、決めましたね。さあ、はい、ということで答えは、家族、家族で、コジとカジサックが一緒、うん、そうですね。そして嫁サックは唐揚げ、はい、そして当時はカジサック、うん、そしてせんちゃんはカメ。この中に正解はいるのでしょうか？はい、正解はこちらです。カから始まる好きなものといえば、カジワラ家。ということで、家族も大正解でございます。いやというわけで、ってことはカンちゃん王はカジサック。よっしゃ。めっちゃ嬉しい。なんで。上手なカメラワーク。めっちゃ嬉しい。来ましたね、カジサック。俺オープニングで言ったよね、はい、一番俺に似てると思うのがカンちゃんなんだ、はい、取ったで、はい、カンちゃんやったよ。おめでとうございます。カンちゃんどうよ、やったよパパ、すごい。いやー、やったー。
それはもうハイタッチですわな。あー素晴らしい。たださっきね、はい、カメラちょっと止めた時に、うん、はい、かんちゃんが、はい、ちょっとママに言いたいことがあるとか、はい、なるほど。どうしたん？ゴンボさんが選んだ問題を見てかんちゃんは、うん、これ4問ぐらい簡単なんじゃないかなと思って、うん、ママパパギリコジは答えれるんじゃないかなと思ったんですけど、うん、思ったより答えられてなかったちょっとショックだったんか。まあでもごめんかんちゃんさ、ママの時4問正解したから、うん、ママ頑張ってよって言われて頑張るねって言ったんだけど、うん、思った以上にできなくて本当にごめんって思ってる。うん、大丈夫大丈夫まあこれガチでやってるからさ。そうなんですよね。確かにカンちゃんといる時間ってママが一番長いと思うんだけど、うん、だからこそいろいろ考えちゃったの。考えすぎちゃった。最後のやつとかも、うん、最終問題ってはもう考えればわかるのにね。まあ家族っていうところもな。そうそうそう、うん、なんかでもカンちゃんは物って言われたら人言わないんじゃないかなとかね、考えすぎちゃった。考えすぎて、うん、結構多分リアルにへこんでると思う。あの1ヶ月同じもの食べるとしたらって誰かしら一人は絶対わかるんじゃない。そう、あれなぁ、エビだ。めっちゃ迷ったの最後まで、エビかイチゴか。で多分考え方的には嫁さんが一番合ってたと思うんだ。うん、えってなって誰もわからないのってなったんや。誰か一人はわかると思ってたってなって、うんうんうん、もうその簡単なんじゃないかなと思ってたけど、なんか思ったより難しかったらしくて、うん、言い方めっちゃ重いキャリアウーマンや仕切ってる。ちょっとびっくりしたんだよね。いや、一番好きな食べ物はだったら多分みんな正解できてたんだよ、うんうんうん、毎日って入ってたから。そうなんですよね。ちゃんとお腹いっぱいになるものを食べたいと思ったの、うん、ああなるほど。だからご飯も考えたんだけど。そうでしょ、うん、なるほど。かんちゃん毎日それ一品しか食べれないのを考えた。あ、またリアルに考えすぎたね。そう、毎日、うん、食事の中に絶対1個いらなきゃいけないっていう風に考えちゃった。あ、違うよ嫁さんと。それはでもご飯ってそのすぐ飽きるんじゃないかと思っちゃって、だから昼飯は違うなって、うん、でお寿司が出てきたの、うんうん、でやっぱりなんかずっと食べ続けると生臭いのもあったりするから気持ち悪くなっちゃうんじゃないかなって思って、うんうんうん、エビが一番好きだし、そのずっと食べ続けるれるんじゃないかなって。めちゃくちゃちゃんと考えてくれた。そうですよ。私もすごい今はーってなったけど、うん、やっぱりあのキョンクマさんの1週間同じものを食べるチャレンジとかをよく見てて、はい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 、それでやっぱりいろんな調理法にチャレンジしてるの、うん、皆さんが飽きないように、うんうんうん、それを考えてればエビって分かったね。そうだよ。だから嫁サックは結構考え方を難しく考えすぎてたのよ。いやー、でも申し訳ない、それは、うん、でも優勝はパパだから。そうですね。ただ最後に1個だけ聞いていい、はい、あのコジが1問目ファンタで正解してコジがちょっと泣いちゃったんや、嬉しくて。でそれを見たカンちゃんも泣いてたんや。あの時はどんな感情だったの？でもなんかこんなに喜んでくれるんだと思って、うん、もう嬉しくて。でもそっからコジくん、コジってなったんだけど、コジってなったんだ。でコジくんにあと2問ぐらい正解してほしいなと思ってて、うん、そしたら最後正解できたから、うん、よかったなって。コジくんが2問も正解できたっていうのはカンちゃんにとって嬉しいからよかった、うん、いやこれでやってみて、はい、この企画いいなと思った、うん、本当に子供たちの成長も見れるし、うん、はい、ちょっと次の当時も楽しみやね。そうですね。俺こうなってきたら子供たち全部の王になりたいな。確かに、うん、多分次反省点生かしてゴリゴリ本気でいくと思った。本気でいく。とりあえず今回はかんちゃんお疲れ様でした。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。